西山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は質問2つですね。1つ目、コインのレア度は年数経過すると変化するのでしょうかと。1つ目、2023年にレア度1のコインが2024年にレア度3などに変化するか、ここまでご質問ですね。2つ目、コインのレア度はオークション会社のカタログにリンクしている。質問の2つ目、 NGC ラベルは通常天秤かっこ NGC のマークですが、エリザベス2世やチャールズ国王をロンドンの建物、特別ラベルはモダンコインの価格に影響するかと。3つ目、ラベルは期間限定もの。4つ目、5ドルとか通常鑑定より高いということで、4つのテーマでお話をしていきます。で、最初の質問ですね。レア度が年数が経過すると変化するかというのがご質問です。で、1年ごとにとか、もしくは何年かごとにレア度が変わるかという意味なんですが、この前にお伝えしたスピンク、これイギリスの本ですね。スピンクというオークション会社の本なんですが、2つ目ですね。コインのレア度は、オークション会社のカタログにリンクしています。で、スピンクだと R7、数字が大きいほどレア度が高いんですが、1枚から2枚しか発見されていないと。R の6で3枚から4枚。R の5で5枚から10枚。R4 で11から20枚。R3 でエクストリーレア、EX レアみたいな感じですね。で、R2 でベリーレア。R1 でレアなので、このカタログ上では枚数で分類されているので、その枚数が大きく変わるような発見ですね。どこからからか、たくさん出てきたような時に、まあ、レア7からレア6とか5に下がる可能性はあるんですが、このコインカタログが改定されない限りはそのようなことも起きないかなと。仮にコインがたくさん発見されてもそうならない可能性すらあるという感じです。で、あとスピンクはこのイギリスの本なんですけど、まあ、フランスはガドリーというオークション会社の本があり、まあ、もしかしたらドイツとかスペインとかオランダとか、まあ、いろいろ他の国もこのようなカタログがあってですね、R 判定されてるかもしれないんですが、私はちょっと、その他の国では持っていないので、まあ、今回はイギリスのコイン中心に説明をさせてもらいました。質問の2つ目、 NGC ラベルは通常天秤と、 NGC マーク、エリザベス2世やチャールズ国王、ロンドンの建物、特別ラベルなどはモダンコインの価格に影響するかというのがご質問です。で、3つ目、ラベルは期間限定ものということで、今言ったようにノーマルの天秤のもので、これはファーストリリースとかによってまた天秤のところの色が違ったりします。で、あとイギリスはロンドンブリッジ、あとサイン入りのラベルとか、ライセンスもの、メジャーリーグベースボールとかウエストポイントアカデミーとかカンフーパンダみたいなライセンスもののラベルとか、アメリカンリバティとかアメリカのリーダーシリーズ、アメリカのウーマンシリーズとかですね、あと国名が入っているカナダとかオーストラリアとかチャイナとかフランスとかっていうラベルが NGC では用意されています。で、期間限定のものと、まあ、何年か使うものとあると思うんですが、まあ、このようにいくつもの種類があるのがラベルと。4つ目、5ドルとか通常鑑定より高いということで、アーリーリリースとかファーストリリースという最初の発行されてからすぐに鑑定されたものは、プラス15ドルの鑑定費用がかかるので、そもそも15ドル高い価値を持つと。で、その他のものも8ドル、特別ラベルのものは8ドル高いとかがあるので、この辺も通常のものより高いんですが、あとまあ5ドルとかのものもあるんですけど、まあそのレベルのものかなという感じです。で、NGC のサイン入りラベルがどこまで高いかちょっとわからないんですが、PCGS のサイン入りラベルは、そのサインをしてくれる人に1枚あたり何百ドルとかって払ってるんですね。1枚あたり何百ドルとかっていうのを払ってる。なのでそれをずっとサインしてコインに封入してるので、もともとの通常のラベルよりもサイン入りラベルは高いものが多いという感じです。で、NGC のサインはちょっとお金払ってるかどうかまで聞いたことがないのでわからないんで、そこは要確認する必要があるかなという感じです。で、そろそろまとめですね。まあ今日のは本当両方ともコインの話でしたんで、レア度はコインのこのオークション会社とかが発行してるコインカタログが決めています。
コインカタログが決めていると。なのであるの数とかも、その会社が決めているので、その会社がこのコインのカタログを、改訂版を出さない限りは変わらないです。なので通常オークションとかにも、例えばヘリテージオークションとかも、これだとスピンクだと S の何番っていうカタログ番号が、オークションのサイトに載ってたりします。であれがついてるとそこに R4 とかって入ってる時もあるので、そのような使われ方をしているという感じです。で私の中ではこの、スピンクのカタログとかガドリーのカタログとかはイギリスとかフランスのコインやるにはもう必須アイテムだと思うので、ぜひ買った方がいいかなという感じです。で2つ目のこのラベルの問題はそれほど大きな影響はない と、私の中では PCGS のサイン入りラベルだけが別格で、あとまあそのファーストリリースとかファーストストライクとかですね、それは当然価値に影響してます。ラベルが影響しているのではなく、その鑑定に出したタイミングが影響しているので、まあ、そこだけ覚えておけばいいかなという感じです。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問いただけるのが一番ありがたいので、コメント欄にご質問いただければというふうに思います。あとチャンネル登録、このチャンネルでは基本的にアンティークコイン投資でお金を増やす、守るという内容に対して動画作りしています。まあ、それ以外にも、経済の話、投資の話、支配者論から陰謀論から、心理の話まで、幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しているのと、動画が1本ついてまして、動画見た人にですね、水曜日と日曜日に Zoom で30分間、オンラインの個別相談というのを今やっています。アンティークコイン投資でお金を増やしたい人、守りたい人に個別相談してますので、興味がある人はぜひ申し込んでいただければと思います。あと、水曜と日曜以外にですね、時間合わない人は、メッセージいただければやり取りして、日時の調整もしてますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせいただければと思います。あと、Zoom わからない人ですね、Zoom はノートパソコン、タブレット、スマートフォンの人は私が送るリンクをクリックするだけ、デスクストップのパソコンの人はマイクがないと話ができないので、マイクがあるかどうかだけ確認してください。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。